今日はですね、1967年に作られた緑商会ですね。緑商会、宇宙戦車アトラス、定価は500円、箱絵なかなかいいですね。箱絵の横にですね、まあ、この戦車はですね、まず強力なカッターでどん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 掘っていくわけです。さらにはですね、宇宙船が発進してる、飛んでくんですね、ビヨーンってこうミサイルが2段発射っていうことは両サイドにありますから、ね、ミサイル発射、キャタピラがついてることによって急坂を登っていくという、このギミックが搭載されているということです。完成したのはこれです。よくできてるでしょう。これが先ほど言ったカッターですね。カッターが1つ2つ3つついてます。もうどこでもいけそうですね。そして操縦席があって、アンテナがあって、ミサイルはですね、ここに格納されているわけです。こんな感じですね、両サイドから。さらにですね、偵察用の円盤はここですね。ちょっと動かしてみましょうか。ここにスイッチがありますね。でスイッチ入れます。さあ、それではミサイル発射します。早いですよ、こういうミサイルは。1、2、3、もう一機ですね。早いから気をつけてくださいね。ミサイル発射。さあ、じゃあお待ちかねの円盤というか、動かしてみますね。見ました、今の飛びましたよ、これ。こう今で見たらドローンみたいなもんですよね。でもこの時代はドローンなんてないですから、もうかなり先行していますね。ドローンですよこれは。しかも飛んでいくという、まあ、この前しか飛ばなかったんだけど、子供たちはもう大感動してたんじゃないですか。カッターがついて、ミサイルがついて、でここでキャタピラで登っていくし、さらにここに円盤が上に飛んでいくという、このギミックですね。クラシックですからね、プラモデルです。緑商会、恐るべしですね。500円。今日はですね、1967年に作られた緑商会のアトラスをご紹介しました。また次回お楽しみにしてください。